何の動きですか？奥さん最近、うん、サードの動きなんか違くないですか？分かっちゃった。なんか機敏というか。誰が機敏じゃないかったね、お前。実感してんの。2018年、私はサード1年生でした。はい、うん、今年はね、あの2019年はサード2年生、まあ、去年ね、1年間を通じてサードのイロハのイーを私はちょっと勉強させていただきましたね。触りだけ。まあ、本職はセカンド、はい、そして軟式野球始めてからショートを守り、はいはい、そして、まあ、あのコンバートという形でサードに入りました、はい、だからサードのイロハというものをやっぱね、分かんない中でのこう試行錯誤はやっぱ正直あった。うーん、いろんなあのこう取材先とか、はいはいはい、またネットで調べて勉強して、うん、やってきたんだけども、今回はイロハのローをね、2年目にして、うん、ちょっとね、勉強し始めてるんだけども、はい、きっかけとしては、はい、あの NPB 選手が自主トレをする時期、はい、DeNA の宮崎選手が、はいはい、あのサードを守る上での、まあ、心がけというか意識は何ですかみたいな問いに対して、あまり動こうとはしてませんみたいな。え、なんで逆にですか？そうで、あれって俺も同じような感じになってた、はい、まあいろいろ文を読み解いたんだけど細かく書かれてなかった、はい、で俺の中で考えてみてこれなのかなと思ったのは、うん、サードってバッターとの距離近いじゃん。近い。打球も速いわけ、はい、でその中で1歩目のスタートを切ってしまった、はい、その逆来たら対応できない、命取りですねみたいなニュアンスなのかなっていうふうに思ったわけ、はい、セカンドショートの時は1歩目のスタートっていうのは、はい、まあインパクトが3だとしよう、はい、だときに1,2,3でこう動き出すわけよ、うん、だけどサードの時にこう感覚としては1,2,3トンって着地するような感じ。つまりインパクトの後にもう完全に着地をするという、はい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 、どういう現象が起こるかっていうと、まあ、パッチがサードだとしよう、はい、で俺がバッターだとしよう、はい、そしたら腕がバッターとして、はい、まあ、当たる瞬間、はい、セカンドショートっていうのは基本的にもうこのタイミングのこのコンマの世界で多分動き出すと思うんだよね、うん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 、そうじゃないと守備範囲も広いし、うん、追いつけなかったり、はい、サードの場合はここで逆切ってしまったら終わってしまうということがあって、 ある程度打球の方向が確立された後に動き出せると。ほんのでも一瞬ですね。もうコンマの世界だと思うけどね、うん、ちょっと遅らせることによって、はい、明確なスタート、明確な判断、正確性上げていくと打球処理ができるんじゃないかっていう、まあ俺なりにちょっと考えて、はい、でそれを今実践をしてるんだけども、はい、高いボテボテのゴロとか、はい、またショート寄りのこうものとかもガッといい形のアプローチができるようになってきたんだよね。うーん、はい、これが最近の実際の徳さんのプレーです。解説お願いします。はい、はい、まずこれ前の打球さばいて一塁アウトという打球ですが、まあ、ショートバウンドでゴロをさばいております。まあ、このように打球が飛んできてから1本目を切るという形で、そして高川さんなので前進めて、まあ、結構スムーズに動けたかなという感じはありました。はい、そして次の打球、このショートの前ぐらいのところ、これも取りに行きます。これもスローで見ていきますけれども、インパクトの後に着地して、そして打球方向確定してから走り出すといったことで、こう1歩目のスタート、そしてボールへのチャージに対してこう迷いがなくなったという感覚的なものはやっぱありますね。はい、そしてもう一丁、これ左バッターでございます。ピッチャーは兄貴。このちょこんと来た打球、ちょっとね、絶妙な回転した三遊間の打球だったんですが、まあ、去年まで、まあ、今年、まあ、これぐらいは取りに行くかもしれないですけどね、1歩目正確に切れているので、まあ、あえて正面には回らず半身になって取って一塁へスローといった形でしょうか。はい、そしてまた別の試合、この打球ですね。これさばいた感じは、まあ、去年までだったらもしかしたら、はい、順と、まあ、順でも、まあ、普通に前に来てチャージしてさばけるような打球なんです。なので、任せている部分はあったんですが、今年はここもしっかりと取りに行こうというか、1歩目確実に切っている、
打球方向分かってから切っているので取りに行けるという感覚の方が近いかもしれないですね。これも深めに守ってますが難しいところで取ることなく落ちる前で捕球して一塁送球と。宮崎選手 そのあまり動かないという言葉、これは、まあ、目から鱗というか、まあ、ショートセカンドしか守ったことがなかった自分にとっては、まあ、ちょっと驚きの意識だったんですが、まあ、こういったところを意識して守ってはおります。はい、はい、ありがとうございました。さらにもう一つ徳さんが意識を変えた部分がありました。続きどうぞ。いいアプローチができてきた一つのもう一個要因としては、はい、守備範囲というものが明確化されてきたかなと自分の中でね。ショートの順もあの守備範囲も広いし、はいはい、フットワークもいい、いいっていうのもあるし、はい、でまた俺も元々ショートだった、うん、ショートの感覚の頭もあったわけ多少。ほうほうほう。自由気ままに取りに行くことはなく、これは順だな、うん、これはショートの打球だなってちょっとこう頭の中で、はい、サードとショートがこう巡ってるような。ほう。だからこう自重することもあったんだよね。 あえてもうショートに任しちゃう。そうなの。だけども2019年っていうのはやっぱり長嶋茂雄さんのように、はい、自由気ままにもう取れると思ったらどんどんアプローチかけていこうと。ほう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 。いうことをね、一つそういう動きにつながってるのかなとは。確かに三遊間とかの動きというか、うん、取り行く機会増えてるような気がしますよね。そう、あれはね、あの去年まで自重した部分もある、はい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 、けどもあやっぱその宮崎さんの言う、うん、動こうとはしません、うん、あとは、まあ、中嶋茂雄さんのように自由気ままにボールにアプローチかけに行くと、はいはい、いうこの2つっていうのがねまたサードにとってとても重要な要素なんじゃないかなっていうふうに感じて、うん、それを今ちょっと実践をしながら鍛えてるところだね。なるほどな。体感とそして学習というか、はいはいはい、その2つが合わさってできてくるもんだと思うし、うん、そういうことによってこうサード徳さん、はい、うん、それがやっぱサードミスター中島さんのように、はい、近づいていくのかなって夢は果てしないとこを目指してますけどあやっぱり同じオタク、うん、無理やり感ひどい。ただそこには明確な意図があると。そうなんです。実はまあ、ただイロハのローだからね、はい、ハーまで行った時にどういう風な。イロハにホヘとチに塗るローぐらいもありますから、ね、おー、まで行ったら俺はもう。2019年一発目の新アイテムはこれ。生かした野球人におすすめのパーカー祭り。フルジップとプローバー2種類をご用意。この冬のおしゃれインナーとしてイチ押し。アウターを脱いだ瞬間あなたの野球愛が溢れまくる。動画概要欄の URL からどうぞ。